はじめまして、私、ミスニバスジャパンの、2020年ミスニバスジャパンのアイシャと言います。今回、この、いろんなブースを取材させていただいているんですけども、こちらはどういったことをされているんですか？はい、こちらは、東北6県と仙台市の観光について PR しています。東北6県ってわかりますか？今私も東北6県は何だろうと思いながら聞いていました。東北って言われると日本の一番本州の北のエリアのことを言うんですけれども、全体で青森、秋田、岩手、福島山形、もう一個なんですか、あ、ごめんなさい、6県全部言うの難しいです。山形、秋田、宮城、で今回は仙台市さん、はい、市としては仙台市さんを、はい、紹介しております。それぞれのその県についての良さについて話してるんですけど、それともそこ全体をこうまとめて東北にはこういったものがありますよっていった、それぞれの良さを、はい、今は2日おきに、例えば今日は青森県産ですとか、はい、で紹介してるんですけど、でも聞かれればね、もちろん東北全体のこともお伝えしたいので、秋田のことも知りたいよって言ったら、もちろん皆さんにお知らせしたいなと思ってます。本日はではどういったどこの県について紹介されますか？今日のは何について？今日は東北全体です。はい、6県と1市の PR をしてます。その PR はどのように今やられているんですか？何か展示をして、今日はもう終わっちゃったんですけど、普段ここのブース自体は VTR の方を綺麗な、映像を後でね見ていただければと思うんですけど、流させていただいて皆さんに見てもらうのと、こういったパンフレットをご用意いたしまして、ご紹介させていただいたりしています。で、お時間いただいて、PR のお時間をいただいているので、今日は東北に関するクイズをさせていただいて、みんなに答えていただいて、東北 の, プレゼントをさせていただくとかっていう PR をしています。はい、午後お昼ぐらいにちょうど見ます。そちらでクイズやられていましたよね。結構明日もやるんですか？はい、楽しそうでしたよね。いいなと思って私は見せたんですけどもいいですね。そうやって楽しい形でどんどん PR されていくということなんですね。なるほど。で、今おっしゃってくださったように、東北っていうと多分ちょっとどこかなとかっていうのを言うんで、ただその有名なねとか、その温泉とかもすごくたくさんあって、なんか写真とかは、あ、ここ見たことあるなとかっていうの多分きっとたくさんあると思うんですよ。だからその雪とか冬も有名なのでね、蔵王の方ではスノーモンスターって樹氷のね、はい、を見られる場所があったりとか、春はもちろん桜がとても有名ですし、夏はね、今日ここもしかしたらよかったら見てってほしいんですけど、お祭りがその県でいろいろな、夏はねやっぱ北の方なので少し夏短いんですけど、だからこそすごいアグレッシブなお祭りがたくさんあるので、そういったものをご紹介しています。すごい立派ですね、今この見てる感じでも、はい、なるほど、そうだ、それぞれ四季折々の楽しさがあるっていう形なんですね。素敵です。これ気になっていたんですけども、はい、これは何ですか？今チラッて目に入って、はい、東北ってお米がとても取れる土地なので、皆さんその例えば秋田小町とかご存知のもあると思うんですけれども、はい、その東北のねお米を全部こう集めて、東北全体でこれを絆米っていうブランドで皆さんにご紹介していただいて、それぞれの県の良さを知っていただいたり、また食べ比べをしていただいたりっていうのをしていただきたいなと思って、今回と言いますか、このセットでご紹介できるので皆さんにお知らせしてますね。これ結構重たい、 300g あるんですけど、おー、ありがとうございます。結構ずっしりしてますね。300g。お米食べますか？食べます。大好きなんですよ。だから今食べ比べって聞いてすごくいいなと思って。全く違いますもんね、お米の種類によっては。同じ東北のね、これちょっとお米で地図を作ってるんですけど。あ、本当だ。小さな。ね、同じこのエリアでも全然こことここではその甘さが違ったりとか。そうなんですね。で、皆さんそれぞれが、なんて言うんでしょう。これ、
うちのお米だと何に合うよみたいなのを一生懸命あのお伝えしているので知っていただければいいなと思っております。すごい知りたいですこれねパンフレットがなっているのであまたあるんです、ね、はい、よければこちら。ありがとうございます。あ、これ日本語だ全然日本語でも大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、あの、はい、なんでしょう、その食感とかあのどういう感じですよっていうのがあるので見てほしいです。ありがとうございます。すごく興味を持ちました。でもお米好きだっていうので。そうなんです、お米大好きで、はい、やっぱ東北確かに有名なお米がたくさんあるじゃないですか。お米があって、はい、またそれぞれのそのフード料理がやっぱり東北はあのお米をあのベースにしたあのフード料理があったり、あとお米がやっぱり有名なのでね、お酒とかもとても日本酒もたくさんある地域なので。すごい、なんか本当にたくさんいろんな美味しそうな料理があって、ね、お米に合うご飯が先ほどお伝えしたようにね、冬も有名だったり春もですけど、どの季節に来ていただいてもやっぱり楽しめる場所なので、あの広いですしね、あのまた春に来て冬にも来てとかっていう何回か来ていただいたり、日本の中でもやっぱいろんな地域ありますけど、その自然と食べ物と、まあ、人がね、人柄がすごくいい場所なので、まあね、皆さんこうちょっといろんなことがあってストレスとかもいっぱい溜まってるからリラックスしてもらうためにぜひ来ていただける場所じゃないかなと思います。何度行っても楽しくて、そうですね、人も最高な場所ですよね。長く滞在して楽しんでいただきたい。リラックスもです。ありがとうございます。ありがとうございます。